ませんかね。どっちだっけ。本当うなぎが早い。ん私。そう。冷えましたよね。寒いですね。うん、受けてみたいな。ああ、なんか凝ってますね。凝ってますね。あ、いた。うう。この辺だと捉えられない人多いですよね、うん、俺もここ捉えてほしいんですけどね、うん、なかなか自分では押された感じがないかもしれない、ね、うんうん、この辺気持ちよさそうですね、うん、まあ、気持ちよくないです痛いなんか多分なんですかね、痛いじゃないけど響く気持ち悪い、うん、不快な響き方、いや多分あんまちゃんとで多分鈍くなってる感じがあるのと、はい、なのかと、あと何ですかね、今多分そのちょっと喉が調子良くないから、はい、ちょっと苦しく感じちゃいますね。あ、多分私あんまその辺響くの好きじゃないんですよ、多分もともとここら辺が響いて気持ちいいってあんま思ったことなくて、俺なんかは、はい、響かせろって思いながら言ってますけど、ね、はい、まあ本当にその辺はこう好みが分かれますよね。そうですね、激辛料理みたいなもんですよ。うん、響かないけど気持ちいいみたいな、なんていうのかな、よく、いやだからよく分かんない、なんかそのリズムの心地よさとか、はい、表面のその優しい心地よさじゃないですか。なるほど。うん、というかそっちの方が多分多いですよ、はい、スタンダードな快感として。うん、響いて気持ちいいが好きな人はそれこそ激辛料理的なもので、はい、うん、だからなんか分かんないんですよね、本当にこう、うん、理解できない世界というか、はい、認識できないというか、ないんですね。じゃあその多分そういうのがないんでしょうね、優しい刺激の心地よさっていう、わかんないんですよ、へ、だからやっぱりその優しい刺激だけで終わっちゃうと、うんうんうん、あのそのもうなんていうのかな残ってる感が強く出ちゃって逆に気持ち悪くなっちゃうんですね、はいはい、だからそのフラストレーションばっかり溜まって、あとこの辺ででもなかなか取れないじゃないですか。取れないです。だから、は
そこやってもらったからといって、うん、あすごい軽くなったってすぐならないじゃないですか。うーん、しっかり取れればいいですけど、まあ そうですね、そういうふうになるまでに結構かかるじゃないですか。かかりますね。だからそれを、うん、割とその強い圧で、はい、取ってほしいなって思っちゃうんですよね。なるほどね。であとは、まあ、これもこれが今気持ちいいです、はい、一般的に使えないところだけど、はい、別に強い刺激を与えてその、はい、その刺激自体からの解放によってほぐれてなくても軽く感じることってあるじゃないですか、はいはい、あまあまあまあね、はいはいはい、ほぐれてないけど俺それも強もみの一つの売りだと思ってて、はいはい、うん、だって実際ほぐれてなくてもその人自身は辛くて辛くてどうにもならないとこから一瞬でも解放されれば、はいはい、一時しのぎ超重要ってやつですね。超重要、そうそう、はいはいはい、だからそれを続けていくことで辛い時間が少しでも少なくなればね、はいはい、俺の中ではもう万々歳なんですよ。はいはいはい、私今のやつの方が気持ちよくて好きですまあいいんじゃないですかこれで、うん、そういうので、はい、なんだろう、だ連続性とか痛すぎない心地よさ、はい、持続圧もダメじゃないですか響かないよ。 だから結局みんな自分が好きなのやってるんですよ。そうそうそう、そういうことだと思いますよ。そうだから私のやつを嫌だって思う人は別に受けなきゃいいだけだし、うん、いや本当にシンプルですよね。本当そうですよ。みんないろいろいいんですよ、やり方はあって、ターゲットじゃない層が騒ぐから面倒くさいんですよね、うんうん、でも私はだってこれが気持ちいいんだもん例えば女性専門って言ってる店に男性が文句つけるようなもんですよね、うんうん、そうなんですよ。だから私はだからそういうことをなくすためにも自分のやり方見せてるだけで、うん、なんだろう、それが気に入らない人のために見せてるわけではない本当にだから面倒くさいんですよね。うん、だから別に丹野さんは丹野さんのやり方、私は私のやり方で、みんなは別に、ね、別にね、いいと思ったものを受けりゃいいだけだし、だから、うん、今だって要はね、カレー屋とラーメン屋がお互いのカレーとラーメン出してるようなもんでしょ、うん、うん、別に何の問題もないですよね。でラーメン屋にもやっぱいろいろ売りがあるわけじゃないですか、まあ、そうですね、醤油だったり豚骨だったり、ね、味噌だったり、そう、その要は荒削りの味っていうのもあるわけじゃないですか、うん、こうもうスピード勝負でとかさ、うん、だなんか丁寧に丁寧に出し取ったのだけがいいってわけじゃないじゃないですか別になんかそこでそなんかここは丁寧じゃないからダメだとか、例えば、うん、あとラーメン屋さんにもちょっと汚いラーメン屋ってあるじゃないですか。ありますね。そこ好きな人もいるじゃないですか。いますね。あの汚いのが嫌いって人もいっぱいいますよ、うん、でもあえて汚い店が落ち着くから好きとか、いろいろいますよね、ありますよね。だ別にあと普段は行かないけどこういうところも面白いなで行くとかね。俺だって綺麗好きで綺麗な店しか嫌だなって思いながらも、うん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 、なんかね居酒屋とかもねちょっと汚い方がね雰囲気やったそうでしょだから人それぞれとかその時々とか物によってはみたいな感じで、あとなんか行った先でさ店主がいい人だったりしたらさ、うん、なんかその店の味が好きじゃないけど行くとかいろいろあるわけじゃないですか、ね、まずいと思いながらね、この味が落ち着くみたいなだからいろいろ人ってそういうの好みがあるわけだから、実際に行って空気感みたいなさ、だってなんだかんだってラーメンだってどうせ世界で一番食べられてるラーメンはカップヌードルでしょ、はい、ああそうですよね言ったらそうですよねそうだ、まあ、そういうのいろいろあるわけなんで、私は別になんかそれを正しいとか、うん、いいとか悪いとかじゃなくて押し付ける気もないし、うん、いいじゃないですか、ね、ここがこういう店ですよのアピールだけだから、うん、なんかあだあだこうだって何なのって逆に思うけどね、うん、まあ、そういうのを相手にするのも疲れちゃったから俺はもう東京いいかなってちょっとなってるんいや別に相手しなきゃいいじゃないですか、そのままやってれば、うん、あのいいと思う人は来ますし、うん、なんかね、うん、その地方によってやっぱり人間性というかそういうのってありますよね、うん、ありますね、地域性というのか、うん、あるああなんかそれ痛い、はあ、それ、うん、なんかねこうね本気度がないというか、あでもなんとなく言いたいこと分かる気がする。地方がそうなんですよ、地方の田舎がムードがそういうのあると思います、うん、だから俺そういうのは嫌いで、どちらかというと俺もガツガツせかせか生きていきたいタイプの人間だから合わないんでしょうね、水が。なるほどね。
で逆にいわきの人間って、うん、人の足は別に引っ張らないんですよ。ああ、わかるわかる。うん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 。で東京の人間って向上心はあるかもしれないけど、うんうん、なんかそのガツガツイライラピリピリしてて、うんうん、人の足を引っ張る方向に行っちゃうんですね。はい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 、はい、はい。だからなんかそれで足引っ張られるのが苦痛だなと。うん、まあ確かにね。まあどっちもどっちとこですね。まあ、そうそうどっちもどっちっちゃいいところがそうなんだけど。まあまあ、うん。なるほどね。ただ商売を考えるとやっぱ東京はその人口が多いっていうところがすごく魅力的だし、いわきはいわきでその強もみを必要としてくれる人がやっぱりいるっていうのが分かってるし、うんうんうん、凝ってるからね、うん、地方もやっぱ凝ってる人強いんじゃないかと思いますよ、うん、それ分かる気がします。で南よりもやっぱり北の方が、ね、うん、それはそうですね、多いだろうし、うん、そうそうそう、気温とか気質、うん、だからそういった意味で場所も結構で、自分のそのターゲットをいかにそのマッチするかというところでは場所も重要ですよね。そうですね。まあでも多分アピールできれば遠くからでも人は来ますからね、うん、まあそうですね、うん、バージョンですね。はい。